お盆の意味成立語源、仏説裏盆経の意味、現代語訳文。解説、日本国総統宗、智田博人。法名、鉄心観音。裏盆というのは、サンスクリットのウーラムバナを語源にして、手足を逆さずりにされるという意味です。サンスクリットといえば、リグベーダ聖典3500年ほど前よりあって、お釈迦様が先祖供養を例えるにあたって、手足を逆さずりにされるという表現を使った意味合いが、私には、お釈迦様のおっしゃるところの、七大親を遡って供養せよ、の真意に落ち着きます。逆さずり、が、ガーター、吊り下がりの意味であることを、日本の人々は、勝手に逆さずりを、苦しみのことであると解釈しておりますが、それは短絡的思考で、当たり前に、逆さずりは、逆さずりであることに注目してみましょう。では、どのように吊るされて、戻り、繋がっているでしょうか。ただでさえ、計算の、早い賢いインドの人々にとって、七代の親の人数を数えることは容易でありましょう。一代目前は二人、二代目前は四人、三代目前は八人、四代目前は十六人、五代目前は32人、六代目前は64人、七代目前は128人。計算すれば、逆三角形、逆さずり、であることは、即座に理解ができることでありましょう。その後の天文学的数字については、以前の智田博人の日記で計算しています。つまり、お釈迦様、あるいは、その後のお弟子様は、裏盆を通じて、人のつながり、全くの他人もいないことをうまく物語っているのであると、私は感心する。3000年の昔、日本の先祖の一人ユダヤのダビデ王は、このことに気づき、自らの紋章を、三角形の二つ合わさった六芒星に表した。国内においても、我ら共通の先祖藤原直人は、養父鎌田利口の、上がり藤に対して、下がり藤をもって、このことを示している。近代では、香水ナンバー5で有名なフランス人ガブリール・ボンハール・シャネル、通称ココ・シャネルは、キリストに仕える敬虔な老いたちから、自らのブランドに、六芒星を頭文字 CC をクロスすることで示した。日本では、特に家紋に、上下、あるいは、左右をクロスさせる風習があるのは、我々の根底に、先祖のヒリカッバーラがあるからです。アブラハムやアマテラス大神大物の主が、真理を文字数字形にして残すことを教えました。京都平安京の建設に関わった安倍の生命の陰陽道もそうです。日本人は、誰もが、根底に、ご先祖様の教えをいただき、私一人は、私一人として存在していない。というセンスを持っています。さて、この盆という行事。本場インドに、盆の風習はなく、6世紀中に、両の武帝が裏盆絵を始めたのが起源とされる。本朝、日本国にあっては7世紀のことで、我が国最初の天皇である女帝、水戸天皇が、7月15日と機会を設けたのが始まりと言われます。しかしながら、裏盆絵という形では、657年に斉明天皇が始めたのです。今で言う盆というものの考え自体は、儒教の賜物であり、中国仏教時代の産物である。大乗パーリ、聖典餓鬼儒教にも裏盆教のように、亡き人へのエコーの思想が見られる。サンスクリットの原文が見つからないので、義教とされているが、おおよそ、内容から、お釈迦様のお弟子様たちが作り上げた古典であると考えられる。とはいえ、仏典のすべてが、古典をしたためたものであることを思う。精神月子三蔵軸法語訳と中国でされているのも、何かの縁あってのことでしょう。その内容に目を通して、どこら辺が、どのように大切なのかを見極めようと思う。
それでは訳文に入ります。亡き人の供養の理由については、このように聞いている。お釈迦様が、祇園精舎におられた際に、神通力で、名高い釈迦十大弟子の二番マハーモッガラーナ、木蓮尊者が、初めて六神通を得て、亡き自身の父母に何かできることはないかとお考えになられていた。彼は、霊視神通力を持って世間を探したところ、なんと、彼は、亡き母を、脇道に落ちた人たちの中に見つけることができた。彼の亡き母は、飲食も取れずに、骨と皮の姿になってそこに立っていた。木蓮尊者は、その自らの母親の哀れな姿を見て、大変悲しみ、すぐに、鉢にご飯を持って、亡き母のもとへ持って行って差し上げた。すると、母は、ご飯を手に取り、左手で鉢を支え、右手でご飯を食べようとした。ところが、ご飯は、口に入れる前に燃えて、炭に変わってしまって食べることができない。それを見た木蓮尊者は悲しみのあまり号泣し、お釈迦様のところに帰って、この一部始終を報告申し上げた。お釈迦様がおっしゃるには、木蓮尊者よ、あなたのお母さんの罪は重かったようだ。あなた一人の力では、どうにもできはしない。あなたの高順の声が天地を動かし、神々やジャマやゲドウ、同志にし天の馬で動かしてもまだどうにもならない。だが、まさに、十方の修行している僧の力が集まれば、あなたは、この苦しみから、下脱することができるだろう。それゆえに、これから、あなたのお母さんを救済する方法を教えよう。それで、すべての苦しみや憂いも消えるだろう。お釈迦様は、木蓮尊者にこうおっしゃった。十方の宗僧が、7月15日、これは、旧暦であるから、今に言うところの8月終わり頃、まさに、七世の祖先から現在の父母まで、厄難注射のために、次のものをお供えするとよい。ご飯、多くのおかずと果物、水、香油、食材、敷物、寝具。世の甘美を尽くして盆中に分け、十方の大徳、宗僧を供養してみるとよい。この日、すべての修行者は、あるいは、三観にあって禅定し、あるいは、指導を得、あるいは、木の下で歩き経を上げ、あるいは、六種の神通力で、声聞や縁覚を清受けし、あるいは、十地の菩薩が大人になり、神になり比丘になって、大種の中にあるもの、皆同じ心で、このご飯をいただけば、正常界を守って修行する人たちのその徳は大きいだろう。これらの供養を7月15日に、僧たちが、自ら懺悔を行う儀式の日として、父母も先祖も親族も、三途の苦しみを出ることができて、時に応じて下脱し、衣食に困らない。まだ父母が生きている人は、百年の福楽が与えられるだろう。もう、すでに、親がない時も、七世の祖先まで天に生じ、自在天に生まれ変わって天の化合に入り、たくさんの喜楽を受けられるだろう。その時、お釈迦様は、十方の宗僧にお命じになられた。まず、世主の家のために受願して、七世のご先祖様の幸せを祈り、座禅をして心を定め、叱る後にご飯を食べよ。初めてご飯を食べるときは、まず、その家の霊前に座って、みんなで祈願をしてから、ご飯を食べるようにすればよい。そのように行じた、木蓮尊者や集まった修行者たちは、皆、大いに本悦に包まれて、木蓮尊者の泣き声はいつしか消えていた。この時、木蓮尊者は、またお釈迦様に申し上げた。私を産んでくれた父母は、仏法僧の功徳を被ることができた。宗僧の偉人力のおかげである。将来のすべての仏弟子も、高順を行う者もまた、
この裏拷問を、奉じて、父母から、七世の先祖までを救うことができる。そのように願えば、皆の願いも果たされるでしょうか。お釈迦様は答えておっしゃった。良い質問だ。今私が言おうと思っていた誠を、あなたは理解してくれた。善男子よ。もし、僧に、国王、皇太子、大臣、補佐官、長官、多くの役人、多くの民衆が、慈悲、孝行をしようとするなら、皆まさに産んでくれた父母から、七世の祖先までのため、7月15日の仏閑期の日、僧が懺悔する会式の日において、多くの飲食物を用意して、裏盆中に休んじ、十方の僧に施して祈願してもらうとよい。現在の父母の寿命が伸びて、病気もなく、一切の苦悩や患いもなく、また、七世までの祖先は、ガキの苦しみから離れ、天人の中に生まれて、福楽が大いにある。お釈迦様は、善男善女たちに告げておっしゃった。この別弟子で孝順なる者は、まさに、年々の中に、常に父母を思い、七世の父母まで供養するとよい。毎年7月15日に、常に、孝順の慈しみをもって、両親から、七世の祖先までを思い、裏盆を用意して、仏や僧に施して、父母の長幼慈愛の恩に報いましょう。もし、一切の仏弟子と、ならば、まさに、この法を奉仕するとよいです。この時木蓮尊者、男女の出家、在家は、お釈迦様の話に歓喜し奉行した。というのが仏教が解説する亡き人の供養、お盆、裏盆への理由、教えです。さて、この教えを簡略端的に示せばこういうことである。私の心の渇き、悲しみ、イライラは満たされない毎日の渇望から来ている。誰でも善をなそうとするが、心届かず、世は苦しみそのままである。旧暦の7月15日というは、今で言う8月の終わりから9月初頭。夏には、貧しさの挙句に、亡くなる方々が多いのであり、かるがゆえに、対応策として、仏法に志す僧に財を集中させ、富を、貧しき人々へ渡り巡らせるのです。これこそが、先祖供養となります。良きことも悪しきことも、それぞれことは、原因と結果でつながっているの。良きことをなせば、良きことがあり、悪しきことを行えば、悪しき結果となる。親やご先祖様の願いとは、子孫みんなが仲良く暮らす様子であるから、先祖供養とは、善行をすることである。したがって、財を得た僧侶の役割とは、何か重々考えて行動しましょう。布施を受けるとは、いかなることかを考えて、法に従って、行事することが大切です。布施とは、これは、すなわち命を救おうとする菩薩の願いであり行いですよ。その伏せというのは、むさぼってはなりませんよ。個人の私物ではありませんよ。そう言っても、伏せは拒むことはないのですよ。物や金額の多い少ないというのを感情に入れてはいけませんよ。誰に対しても、お伏せをした、そのことが尊いのですよ。一句一げの法も伏せですよ。伏せしましょう。これは、私にとってもあなたにとっても、良き種まきなのですよ。たとえ、一銭一銭の財産だとしても喜んで、伏せしましょう。この世もあの世も、この国もあの国も、良い根になりますよ。仏法も財産ですよ。財産も仏法と他なりませんよ。違うものではありませんよ。仏法において、世に無駄なもの、汚いものがありませんよ。ただ、あなたも私ももらったものだと言ってむさぼらずに、もらったら帰って、世のみんなのために、今度は逆に伏せしていきましょう。
何もなくて困ってる人を見たら、例えば船を浮き、橋を渡すのも不正業そのものなのですよ。今、世の中の商売や産業というものだって不正に他ならないのですよ。首相儀訳文により、歴史祭となるがゆえ、伏しておきましょう。インドにおいて、カピラと呼ばれる釈迦国は、ご周知の通り、コーサラ国によって滅んだ。釈迦国の維新は、中国を経て朝鮮にたどり着いた。南端、日本ではミマナと呼び、クダラではカラと呼び、シラギではカヤと呼んだ同一の場所へと。カヤとは大王族の意である。すなわち、釈迦族をシラギで表したる言葉だ。その見印は吉花である。その子孫は、アスカ朝時代に日本へと亡命してくる。つまり、日本人あなた方も釈迦族である。また、ユダヤ王国も、バビロニアの侵攻によって滅び、メディアペルシアに融合する。俗にキリストと呼ばれるユダヤの革命家ヨシュアの子孫は、ペルシアによってかくまわれた。ササーン朝がイスラム帝国によって危うくなると、仏法を護持した、コークリ19代スキタ王、通称コーカイド王がペルシアの亡命を受け入れ、日本へは、コーレイ天皇を祖とするコークリ系、カツラギ王朝蘇我氏、稲目によって、姫君の姉妹は日本へかくまわれる。稲目の子が蘇我の馬子である。その子が、クラマロである。その子が、村事子である。村事子の娘翔子は、藤原の夫人の妻となって、三人の子供たちが生まれました。藤原南家祖、藤原ムチマロ、680年から737年。藤原北家祖、藤原ふささき、681年から737年。藤原式家祖、藤原馬会、694年から737年。したがって、藤原の夫人は、春日大権現として、奈良の都に祀られ、日本4700子世、実際数知れぬ王佐の共通の先祖であり、この歴史上、わずかな一ルートをたどっても、我ら日本人も、釈迦やキリストと血がつながっていることを知れよう。では、イスラムはどうなのか、口を梅干しのように酸っぱくしていよう。シリアは、まこと、人類で、初めて井戸が作られた国だという。それは、我ら日本の先祖が、北海道函館で、9000年前、漆器、ジャパンを発明し、生産した時代である。中東アラブ地方の人々は、武器商人に踊らされて殺し合いをしているが、神は悲しんでおられることだろう。我ら共通の先祖アリシも、アブラハムと、セイサイサラの子孫は、我ら日本。側室、ケトラには、ロクシ、ジムラン、ヨクシャク、メダン、ミディアン、イシュハク、シュアハ、これが東方先祖。その中のミディアンの子が、エファ、エッフェル、エノク、アビダ、エルダー、そして、側室、ハガルのコイシュマルから、アラブ先祖の十二支が出ている。平成24年8月時において、シリアで戦闘で亡くなっているのは、イニシエの兄弟である。人類皆兄弟、なのになぜ争うのか、実に愚かしいことだ。武器商人は、武器を売るのをやめて、彼らに、食料や農耕機器や住まいを売ればいい。いがみ合う世界を沈まれよ。さて、再度世界に問う。宗教戦争をしている場合ではないです。ウェル・アイ・アスク・ザ・ワールド・アゲイン・イフ・ヒューマン・アー・ノット・エ・レリジャス・ウォー。人類にとって必要なものは一つの世界法律です。
That is needed is a law for mankind our one world。 そして世界中が協力して共通言語を作ることです。 And with the cooperation of the world making it a common language。 西暦2012年平成24年8月20日昼に親友の一人が聞いてきた。娘が20日盆とは何か尋ねているが、あなたは知っているか。私は答えた。盆なんてものは、お釈迦様自体は本当におっしゃったかどうかはわからない。だけども、他ならぬあなたが聞くのだから調べます。私がまとめた概要はこうだ。20日盆とは、東北地方で、陰暦7月20日のこと。今で言う8月の終わり頃、火火を焚き、その火で握り飯や餅を焼いたり、男女の藁人形を焼いたりする。信州のどんど焼きと同じく病から身を守る慣例の民族的風習。どんどというのは欧州国の旧語であり、母から気にしないことであると教わっている。欧州では、頑張りのことをどんど晴れという。野球で言う、どんまいのことだ。西日本の励ましあるいは、強制的な糧という語彙とは違え、東日本の激励の仕方は、大丈夫、あんたならやれる、あなた一人ではないという、寛容なものだ。神道で紙人形を作り、焼く風習。神道、すなわち東北で始まった日本の祭り。そういえば、私たち幼児の頃、今から33年ほど前に、岩手の実家の屋敷の門前で、藁人形なのか、藁を焼いていたのを思い出した。ひろこおばあさんが、その日で小豆餅を作り、私と兄とお餅を食べたのを覚えている。今でも、北上にあっては、菩提寺の栄勝寺でも、檀家各家が、おのおの藁を燃やして、盆を終える。ところで、なんで仏説か。日本は、もともと神の御教え国であり、盆行事を強要される必要はない。誤解なきように言っておくが、この世界、宇宙そのものが神の世界であるから。ゆえに、くどいかな、仏説、という、もともと美しいはずのこの世を汚しているのは我々人類だ。だからこそ年に一度はご先祖様に手を合わせて懺悔して、一族一家親戚に困窮する人はいないか本家と集まって確認し合う時が盆の風習である。ワンポイントコラム、経済の話。つながりの中で人を救う手立てと書いて経済です。その経済がおかしなことになっております。現在日本国民の負債は1200兆円を超えております。過去の見聞では、歳入と国債で80兆円、医療介護で40兆円、緊縮財政の以前に公務員にかける40兆円を考え、医療費しかり、何に金がかかっているのか、改善策は何かという点で、十分に国民が話し合わないといけません。外せるもの外せないもの、改善策は何か、何に金がかかっているのかをですね。宗教法人へ課税したとて、たかだか3兆円。おおよその話しかしていませんが、何をなすべきであるかという定律は理解できますような。歴史上、このような経済の悪循環を正そうとした人物が、一人だけいまして、彼の名は織田信長公。彼に学ぶことは大きいと思います。クイズです。信長公の良いところはどこでしょうか？いつ、どこで、誰が、何を、どんな方法で、どのいつからいつまで、行えばいいのか。具体的には、盆の話をするとき、
経済の話をわずかにしないと議論となりますので、国民が公正に平等に平安に暮らせるにはどうするかを全く真剣に話し合うことが必要であります。それではご清聴ありがとうございました。西暦2012年平成24年8月20日、千田博仁金書。